でも確実に言えることは、気持ち悪いことをやっていたら、成長できんねん。できることが増えてくるねん。わかるかい？そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。子供の心に火をつける MC、ミスター・オカッチです。親子で学べる生き方の授業を本気でやってます。チャンネル登録よろしくね。今すぐ。はい、ということで、今日紹介する熱い言葉は、成長したいなら気持ち悪いことをやろうです。頭が良くなりたい人、スポーツが上手くなりたい人、何かの試験に合格したい人は必ず見てください。絶対に後悔はさせません。気持ちいいことばっかりやってても成長せえへん。はい、ということで早速あなたに質問です。成長とは何ですか？成長って何や？どういう意味や？成長とは、できることが増えること、これが成長だよね。なんやろうな、自分ができることがもっとできるようになったり、できなかったことができるようになったり、難しいなと思ってたことが簡単になったり、つまりできることがたくさん増えていくこと、増えていくこと、それが成長だよね。じゃあ成長するために大切なことは何でしょうか？早速その答えを書きます。成長するために大切なことはこれです。この矢印です。つまりコンフォートゾーンの外に出るということです。コンフォートゾーン、それは快適な場所、居心地がいいことや、もう絶対に成功できるって分かっていること、簡単なこと、楽勝なこと。例えば1年生で自分よりも年下、自分よりも下手くそな子とバスケットボールの勝負をする、誰も見ていないところで勝負をするね、とか、もう簡単に弾けるようになったピアノの曲を弾くとか、自分の名前をひらがなで書く、これ簡単やろ、楽勝やろ、うん、全然緊張せえへんし、ドキドキせえへんし、心配なことあらへんやろ。だって絶対に成功するって分かってるから。そういう場所をコンフォートゾーンって言います。もしかしたら勝てるかもしれへんし、いや確実に勝てる、そして成功できるかもしれへん。でも成長ってできるんかな？絶対に勝てる相手と戦う、絶対に弾ける曲を何度も弾く、それでどんどん上手くなるんかな？ならへんねん。だから大事なこと、成長するためには、できることを増やすためには、コンフォートゾーンの外に出る、そしてグロースゾーンに行く、ここグロースゾーンに行くこと、ここが成長です。グロースゾーンっていうのは、コンフォートゾーンの外側、これが全部、これ全部グロースゾーンです。これ全部グロースゾーン。ここでもええし、ここでもいいし、ここでもいい。自分がやったことをないことをやるとか、新しい人とお話をするとかね、そういうこと。例えばね、5年生。自分よりも年上の5年生と相手にバスケットボールの勝負をする。それだけじゃない。目の前にはたくさんのお客さんがいる。自分のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんも来ている。もしかしたら好きな女の子も来てるかもしれへん。そんな状況や。ちょっと緊張するやろ。ちょっとドキドキするよね。だって勝てるかどうかわからへんし、負けるかもしれへんし、失敗したらどうしようって緊張したり、不安になったり、心配になったり、怖くなったりする。それがグロースゾーンやねん。な？でも、そこっていうのは、でもではない。そこの世界っていうのは不快、つまり快適ではなくて、ちょっと
気持ちが悪い世界やねん。そこは確かに気持ちが悪いかもしれへん。でもその気持ちの悪いことをやることで、今まで、なんや、今までこれ右にフェイントして左に行くっていうのを1年生相手には楽勝やったけど、上の世界では通用せえへんな。だから右に行くと見せかけて、その前にシュートのフェイントを入れよう、そして左に抜こうとかね、新しいアイデアを身につけたり、新しい技を身につけたり、新しいピアノの技、新しい漢字、新しい英語を覚えたりできんねん。つまりできることがどんどん増えていく、できることがどんどん増えていくことを成長って言うでしょ。成長言う。だから気持ちが悪いことをやっていくとな、気持ちが悪いよ。それは嫌やと思って、もっと簡単なことをやりたいって、こう戻りたくなんねん、気持ちはな。上に上がったけど戻りたくなんねん。だって負けるの嫌やもん。失敗するの嫌やもん。そうやろ？でも、その気持ちの悪いことをずっとずっとやっていたら、これ不思議。人間っていうのは不思議な生き物です。慣れてくんねん。最初は気持ち悪い、不快やなと思ってること、それをずっとずっと続けていったら慣れてくんねん。つまり自分の快適やなっていうコンフォートゾーンが広がっていくねん。わかるかな、わかるかな。今まで5年生と戦うのは緊張してた、試合に出るのも緊張してた。だってお客さんがたくさんいるから。でもお客さんがたくさんいるところで何回も何回も試合をやって、自分よりも強い相手と何回も何回も同じことを反復反復反復な反復する繰り返してやっていたら、やっていたらな、慣れてくんねん。慣れてくるとそれが楽に簡単に快適に居心地が良くなってくんねん。難しいことが簡単にできるようになって、不快やなって思ってることが快適になる。つまり気持ちが良くなってくんねん。そのことを成長と言います。だから、あなたに伝えたい。ちょっと緊張することをやってみよう。ドキドキすることをやってみよう。ちょっと心配や。ちょっと勝てるかどうかわからん。ちょっと難しいかもしれへんと思うことを、ちょっと一歩外に出てやってみよう。な、やってみよう。そういうことやね。もちろん、勝てるかどうかわからん。成功できるかどうかわからへんね。不合格になるかもしれへんし、負けるかもしれへんし、夢は叶わん。目標は達成できへんかもしれへん。でも確実に言えることは、気持ち悪いことをやっていたら、成長できんねん。できることが増えてくるねん。わかるかい？この外に出たら、できることがどんどん増えてく。できることがどんどん増えていって、自分が気持ち悪いなって思ってたことが気持ちよくなる。コンフォートゾーンが広がっていくねん。そうすることで、目標に近づいていくねん。成功に近づいていくねん。その結果、勝てることができるかもしれへんし、そろばんのテストに合格できるかもしれん。そして夢が叶うかもしれんし、目標を達成できる。つまり成功できるかもしれへんねん。成長したら成功に近づくねん。わかるかい？だからあなたにはちょっと難しいこと、ドキドキすることをやってみよう。あなたならできるってオカッチは信じてる。俺はあなたが自分がやりたいことを挑戦して全力で努力することを心の底から応援してます。